岡田貞とも3月4日から1944年12月26日は日本の海軍軍人、海兵55機卒。太平洋戦争において前線視察中に搭乗機が墜落、戦死による一階級昇進で最終階級は海軍大佐。父は内閣総理大臣を務めた岡田圭介でその長男である。妻は佐藤哲太郎の娘。 秋子旧西高地保中学を経て、海軍兵学校55期を、自席、恩師で卒業。後に議定となる、鈴木英は同期生であった。岡田は、海軍水雷学校高等科を、主席、恩師で修了し、駆逐艦、鈴木水雷長を務めた、水雷専攻の士官であった。1936年に、父が襲撃された2.26事件の際は、 法官、片田乗組として中国に赴任していた。同年3月、横須賀陳述夫婦として帰国。12月から2年間、海兵教官を務める。ついで海軍大学高校衆37期に進む。中島千隆、三条作夫などが同期生で、岡田は、自席、恩師で卒業した。1940年、米国西海岸駐在となり、 情報活動に従事。しかし、同じく西海岸で情報活動をしていた立花どめが、米国関係に摘発される事件が起きる。中米大使、野村義三郎の尽力で、岡田、立花は、再入国を禁じられた上で、日本へ帰国した。帰国後、第四艦隊水雷参謀に就任。すでに日米海戦は、目前の時期で、司令長官は、 井上成美であった。1942年6月のミッドウェイ海戦後、南東方面作戦は第8艦隊に引き継がれ、岡田は軍令部作戦会員となる。キスカ島撤退作戦では、主務部員を務め、同作戦が最初に中止になった際に、連合艦隊三号副長、小林健吾と共に、責任部隊である第5艦隊と会談を行い、 実質的な特選を行った。1943年11月、海軍中佐へ進級。翌年12月26日、視察に訪れていたマニラで戦死した。登場機の墜落事故であったとも言う。なお、戦中の岡田は、瀬島隆造、佐古水久殺狙と父に、戦局の情報を提供していた。岡田は、太平洋戦争中、軍令部員として、 視察に訪れたクエゼリン艦渉で、第六根拠地帯司令官、安倍高僧に、捕虜殺害を示唆したとされる。この捕虜は、米兵救命で、安倍は近く戦場になった場合の大使を肉慮し、上層部に指示を願っていた。しかし、直属の第四艦隊や軍令部からの指示はなかった。意見を求められた岡田は次のように回答したという。捕虜の拘束場所として安全なところは、 第四艦隊の管轄下の島々にはないし、日本本土までは、異層に安全を期すことができない。現地で処理する以外に方法がないのではないか。井上成美から引用結局、捕虜は処刑され、戦後、安倍は、戦犯として軽視した。第四艦隊の長官であった、井上成美は責任を問われなかったが、戦後、安倍の息子の同期生に対し自分の責任を認め、 本当に申し訳ないことをしましたと伝言を依頼している。なお、上記の岡田発言は、第六根拠地帯専人参謀の証言である。先般裁判では生存者を救うため戦死者に責任を負わせる傾向があったことは事実で、岡田は戦死しているため、岡田側の証言はない。佐藤哲太郎秋子。A、佐田とも。万科岡田圭介。 サ、ね、コミズヒサツネ、テイ鈴木寛太郎、ロ A、鈴木タ夫、武志、タケシ、セジマリュウゾ松尾伝造、なお、佐藤哲太郎の娘は、下村昭介、大谷厚史に嫁いでおり、二人は、岡田の義経帝である。一海軍主管の改装、北米時代、海軍中将、 中沢雄大十編、第二章、北東方面作戦指導、四季キスカ撤退、命なりけり、井上成美、兵学校の教え子たちとの交流、指揮官たちの太平洋戦争、非常時型の男。ありがとうございます。